Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about one of the most well known paintings painted by Leonardo, a painting with the title of The Virgin and Child with Saint Anne. An art critic, for example, writes about this painting as follows. As he did in the version of the rocks, Leonardo set a religious scene in a fantastic landscape and placed an abyss between a view and figures. The mountainous distance is conveyed by atmospheric perspective with bluish and crystalline highlights and reflect his interest in geology and meteorological phenomena and etc, etc. I, Hiroshi Hayashi, have got a quite different idea and wonder if what he writes here is true or not, or all or not. Leonardo the painted so called Bloody Mary in the painting of the Virgin and Child with Saint Anne. You also know the reason why he did it in this video following. 皆さんご存知のダヴィンチの描いた聖アンナと聖母子の絵です。世界中の、そして日本中の美術評論家が絶賛してやまない絵画です。が本当にそうでしょうか本当に全てでしょうかこの絵の中には身の毛もよだすダヴィンチからの恐ろしいメッセージが隠されています。それを説明する前に皆さんに一つだけ説明しておかねばならないことがあります。血の染みです。 血液のシミです。血というのは出血した直後は赤いですが衣服についた血を放置しておくと黒く色が変色します。でその後、血液の中のタンパク質が硬化して洗濯をしても色が落ちなくなります。淡い黒い色が残ります。これを血液の染みと言います。ダヴィンチは聖アンナと聖母子の絵の中で 騙し絵という手法で血とそして衣服についた血の染みを表現しましたそうであるかないかは皆さんご自身で判断していただきますがなぜダ・ヴィンチはこんな絵を描いたのかこんな染みを書き残したのかその理由もこの動画の中で説明しますその事実を冷静に皆さんに知っていただきたいのですそんなバカなとかありえないとか言って吐き捨てる前にそこにある事実を知っていただきたいのです 私はこの動画の中で事実のみを皆さんに報告します。証拠を添えて報告します。その上で、なぜ、どうしてと自分に問いかけてほしい、見てほしいのです。つまりダヴィンチはこういう形で500年という歳月を経て私たち人間に強烈なメッセージを送り続けていたのです。驚くべきというか恐るべきメッセージです。ダヴィンチの絵は素晴らしい。 と、つまりは表面的な美だけに騙されないでその向こうに隠されているその強烈な言い換えますと鮮烈なメッセージを読み取ってくださいそれでこそ私たち人間はダ・ヴィンチを真に理解したことになるのです世界中の美術評論家が書いていることが正しいのかそれとも私林宏が言っていることの方が正しいのかそれを判断なさるのはあなた自身だということです では、動画を見ながら説明します。まあ、これがそのまあ絵画なんですね。聖アンナと聖母子の絵ですね。で、この絵の中にですね、このまあ、こちらの方が聖アンということになるわけですけども、この顔に まあ出ているこのシミですね、これは汚れなのか、いわゆる絵画の、ね、そのものの汚れなのか、それともダヴィンチが意図的に描いた汚れなのかということなんですよね。でこれは私は血液と、まあ、血というふうに判断しました。というのはですね、汚れであるにもかかわらず、この輪郭線のところで、まあ、止まっているということですね、この汚れが。 ということは、まあ、後でね、例えば何かのまあ表紙にですね、インクなんかがかかって汚れたというのではなくて、あるいはまあカビが生えたとかそういうことではなくて、この汚れそのものが意図的に書かれているということなんですね。そしてこの衣服にも同じような汚れが表現されていて、輪郭線のところで止まっていること、それから、シワの間にその汚れがまあ描かれているところに注意してください。すなわち、これらの汚れはダヴィンチによって意図的に書かれた汚れだということになります。そしてこの汚れがですね、何であるかということなんですね。顔の方は血 ということで判断できましたけども、この衣服についた汚れは何であるかですけども、これも血の汚れというふうに判断しました。それは冒頭にあげました、写真をと見比べていただければわかると思います。なおこれは血がです、ねまあ、いわゆる染みとなって残った跡だということになるわけです。となると、なぜダヴィンチはこのような、まあ、絵を描き残したかという問題が出てくるわけです。まあ性 まあ、いわゆるね、聖、まあ、アンナと聖母子という、まあ、タイトルがつくような絵の中で、なぜダヴィンチは聖アンナの顔にですねいっぱい、まあ、血をかき、そして衣服には血の染みをかいたかということなんですよね。まあ、今もう一度ご覧いただいてますけど、一番右が、えー、衣服に残った血の染みということになります。で、これと同じ染みがですね聖アンナの衣服の中にも描かれているということですね。色も全く同じなんですね。そしてその感じも風合いもですね全く同じように、まあ、描かれているということなんです。まあ、ダ・ヴィンチはこの 正確に描いたというよりも、やはりこういったところでも写真技術を使っていたということになります。まあ、ともかくも、なぜこんな絵を描いたかというその理由はですね。このビデオの中で説明いたします。で、続くビデオをどうかご覧いただきたんですけども、もまあ、ダヴィンチャーはこういう形でですね。まあ、隠しあるいは騙し絵という手法でですね。500年という歳月を越えて強烈な。そして鮮烈なメッセージを私たちに残したということになります。 それをまた理解するのが真にダヴンチを理解したということになるのではないでしょうか。ま,あ、まさに地に、まあ、な学びますよ、汚れた。マドンナということになります。バイフォーナウ。ヒロシ・ハヤシ will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is too horrible, and unless it is okay, you are advised not to watch this video since it might cause you ill feeling. And I say here that common sense is unreliable at all, common sense, which is a collection of prejudices with lies plastered upon lies, taking a long, long time. Why not do you doubt your common sense here in this video with me? Here is one example. 嘘に嘘を塗り固められたのが常識ということになります。あなたもその常識を一度疑ってみませんか今日もダヴィンチの描いた絵をテーマにそれを考えてみます。これが眼窟の成分ですね。ルーブル版ですえ。今日は右の天使の腕に注目して考えてみます。この腕を注意深くご覧ください。この手を注意深くご覧ください。 何か反転のようなものが描かれてますね。絵の具の汚れなのでしょうかそれとも反転なのでしょうかここの部分ですね。この部分を拡大してみます。中深くご覧ください。反転のようなものが描かれているのがわかります。が、皆さんは多分これをですね、絵の具の汚れというふうに解釈なさると思います。が、そう思うのはちょっと待ってください。 実はダヴィンチは同じ斑点を別の絵の中で表現しています。これはアンと、まあ、聖アンとマドンナですね。この聖アンの皮膚を見てください。この皮膚を見てください。同じように斑点が描かれています。絵の具の汚れのようにも見えますが、輪郭線のところでその斑点が止まっています。つまり、意図的に描かれた斑点だということになります。 この反転は何かということですね。皮膚病ということになるのでしょうかそれとも何か別のものなのでしょうか注意深く比較してみてください。が、その同じようなものがですね、実はこの案の衣服の上にも書かれています。つまり、blood、血ということになるわけですね。 で、その反転をさらに精査しています。これは汚れなのか注意深くご覧ください。それとも反転なのかそこで衣服を見てみますと、同じように衣服の上にも反転が表現されているのがわかります。そしてその反転は輪郭のところで止まっています。ということは、意図的に書かれた反転、反転であるということになりますね。 ということは、これは反転ではなくて、blood, つまり、血というふうに私は判断しました。まあ、詳しくは続くビデオの中で解説しますが、となると、左のこの天使の腕に書かれている、手に書かれているのも、血ということになります。なぜダヴィンチはこんなところに血を表現したのか、ということになりますね。謎が謎を呼びます。続くビデオをどうかご覧になってください。これらが血であることが Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is very much horrible or fearful for some people I know. Then I say that it is. 100% up to you how you judge t h i s f a c t and draw your own conclusion. Here a f a c t that I can show you for today's story. 今日の話は恐ろしい話です。これからそれを話しますが、その覚悟は良いですかまた、こうした事実をどう判断なさるかは、100%あなた自身の問題です。 私は事実のみを話します。言い換えると、今までどうして誰もこんな事実に気がつかなかったかということです。ダヴィンチがこの絵を描いて、すでに500年以上も経っています。題して、血で塗られたマドンナと聖ンです。今、その絵を見ていただいてますけども、ここにあるシミはですね、汚れなのか、それとも汚れでないのかということが最初の疑問でした。で、よく調べてみますと、汚れがですね、顔の輪郭とともに止まっているんですね。 中部画をご覧ください。ここですね。となると、これは汚れではなくて、意図的に書かれたものではないかという今疑念を私は持ったわけですね。で、さらに調べてみますと、細かい部分で同じ色を使って、まあ、ちょうど輪郭のところでそれが止めてあるわけですね。となると、これは汚れではなくて、意図的に書かれたものであるということが分かってきたわけです。となると、これは皮膚病かと、まあ、そのように考えたわけですね。ダヴィンチは、あえて皮膚病の、まあ、 マドンナとそしてを書いたいたととうことになるわけですねしかし、そんなことはするだろうか、皮膚病なのか、あるいはな皮膚病を断つとするならば、この、まあこの、模様シ,シミのね、まあいわゆる、まあどうしてそのことを書いたかということなんですね、問題はね。で、皆さんはどう判断なさるでしょうか。で、ここの部分を見ますと、同じ色で、まあ、汚れのようにも見えますけども、また下のところでですね、それが、まあ、汚れが止まっているわけですね。そして 同じように書いてある。そして衣服にも同じような汚れが表現してあるわけです。そしてこの汚れは衣服のところで止まっているんですね。そしてよく見てください。衣服の、いわゆるその布のですね、シワの間にその汚れが描かれているということですね。ということは、この汚れはですね、まあ、衣服のシワの間に意図的に書かれた、まあ、汚れであるということになるわけです。となるとこの汚れは何かということになるんですね。もうこれは皮膚病ではありませんね。 なぜか、なぜか、何かというふうに考えていくわけです。つまり、これは汚れではなくて、意図的に書かれた、まあ、いわゆるなってますかね、騙し絵ですよね。汚れに見せかけた何かであるということになるわけです。となると、顔の、まあ、いわゆるシミもですね、皮膚病ではなくて、皮膚病、もしくは汚れに見せかけた何か、 で、あるということになるわけです。まあ、こうして見ますとこの、特にこの汚れなんか、汚れらしきものを見てくださいね。周辺に明らかに色を塗った跡がありますね。ということは、これ全体がですね、意図的に書かれたものである。そしてその汚れは、ですね、そのまあ皮膚のところで止まっていると。もし汚れであるならば、上の方まで行くはずですからね。あるいは、まあ、500年の間に誰かがですね、何かをこうインクのようなものを投げつけて書いたのであれば、このような表現にはならないんですね。となると、何かということなんです。 いわゆる汚れではない。汚れに見せかけた何かであるということですね。いわゆる隠し絵、騙し絵になるわけです。まあ、この辺を見ますと、あたかも汚れのように見えるわけです。汚れに見えますね。こうした手法はですね、ミケランジロもシステムの礼拝で使ってますね。例えば、ひび割れに見せかけた、まあ、いわゆるその騙し絵でですね、古く見せかけた、意図的に描かれたひび割れなんかもその手法の人だと思います。となると、これは何かということになるわけです。いわゆる、まあ、騙し絵。 隠し得てことになるわけですでそのヒントがですね実はここにありました。えー、中深くご覧ください。この手、ここを見てください。この手のとこ,と,ところが特に大きく汚れてますね。これは汚れではありませんね。と同時に周りにはそれをかまあ、隠すかのように汚れのようなものが表現しているわけです。でこの、この大きな汚れはですね、いわゆる 体の線の輪郭線で止まってますね。ということは、明らかに意図的にこの汚れは書かれたものである。特に大きな汚れがこの性案の右手の、まあ、手の上にだらーっとこう書いてあるということですね。となると、これは何かですけど、もう一つヒントがありました。この縦線を見てください。これが汚れであるならば、絵の上に書かれたいいですか衣服の上で止まるはずがないんです。本物はそうかもしれませんけどもね。しかし、絵の中で 別に書かれた、まあ、例えば汚れが上から垂れてきたとしますね。どうして衣服、絵の中に書かれた衣服の上で止まるんですかありえないでしょあの現実と絵の世界と区別してくださいよ。そして、ここにまあ止まっていると。となると、この赤い線も意図的に書かれたものであることがわかるわけです。もしもこれがですね、誰かがあ、まあ、インクかなんか何かか,かけてつけた、まあ、汚れであるならば、下まで行くはずですから。いいですか繰り返しますよ。横の線は、これは絵に書かれた衣服のラインですよ。 そんなところで上から流れてきたインクが止まるわけがないじゃないですか。ということを考えていくわけです。そうしますと、この上から流れてきたのは、これは何かということなんです。そうです。こういうふうに流れて、ここで止まるのは、血なんですね。このダビンチが意図的に書いた血なんです。ということになってくるわけです。となると、この聖安のほっぺたに描かれている、まあ、描かれている、こといっ染み、そして、この、なんて言いますか、汚れのように見せかけた何かは何かということですけども、血であるというふうに考えられるわけです。 そして色も合いますね。ただ衣服の方はですね、また別の表現がしてありますけども、何のために、どうしてこんなところに、まあ汚れ、血に見せ,汚れに見せかけた血、まあ皮膚病ではないですね。というのはマリ,マリアもそれからマドンナもですね、それからセワンも同じようにそれが表現してあります。そして衣服の上にも表現してありますから、皮膚病ということはありえません。実はそのヒントはこのイエスの左手にありました。注意深くご覧ください。 で、このイエスの左手を見てください。一見、この羊の耳をつかんでいるかのように見えますね。一見、羊の耳をつかんでいるかのように見えますね。これが騙し絵、隠しなんです。しかし、これは羊の耳ではありません。先を見てください。羊の耳は白いです。ところが、このイエスが持っているこのものはですね、この まあち、ちょうどですね、手に握ってるものは羊ではなくて色がですね、羊の耳の色とは違います。ダマシェなんですね。実は、ここにイエスさんを持ってるのは耳ではなくて、耳ではなくて、なんだと思いますかナイフなんです。イエスは左手にナイフを持ってそれを羊の頭に突き刺しています。イエスはナイフを持っています。もう一度比べていますから、比べて皆さん自身で確認してください。 耳は白いです。下を見てください。もしも耳であるならば、これだけ出てるんですから、イエあーダヴィンチはですね、レオナルドは白い耳を描いたはずです。わかりますか白い耳。しかし、これは耳ではありませんね。ということは、イエスは左手で羊の頭にナイフを突き刺しているという、まあ、極めて残酷な絵なんですね。まあ、その証拠に、このイエスの顔を見てください。後でまた出てきますけども、目がおかしいです。黒目です。 そして、この目は、まあ、俗に言います。死んでいますね。子供のにこやかで優しい顔ではないと、私は判断しました。という、まあ、恐ろしい話です。そして、その血がですね、まあ、象徴的に飛び散っている。そして、それを隠すために、病気のよう、あるいは汚れのように見せかけているということですね。もう一つ、この絵をしっかりとご覧ください。一見、汚れのように見えます。皮膚病のようにも見えます。 そしてその汚れはですね、顔の輪郭のところで止まっています。一部分ね、そのだらーっと流れたように見せかけて、汚れのように見せかけているところもあります。それが混在しているわけですよね。ですから、皆さんは騙されました。そしてこの、えーまあ、事実に500年以上も誰も気がつかなかったということですね。汚れだ、汚れだと思い込んでいたわけです。 で、結論になりますが、皆さん注意深くご覧ください。ここですね。えー、汚れが顔の、あの、いわゆるその顎の下で止まってますね。ということは、これは汚れではない。後から、まあ、誰かがね、例えばインクを投げつけて変えたような絵でもないということです。そして、その下の方の輪郭はスーッと横へ流れてますね、線が。ということは、同じ色で同じように書かれてますから、これは汚れではありません。 と同時に、マリアにも、それから、聖ンの顔にも、そして衣服にもついてますから、これは皮膚病でもありません。となると、これは血ということになるわけですね。色も合います。なぜ、この絵の中に血が飛び散ってるか。その理由は、続くビデオを見ていただくとわかります。この絵の中には、恐ろしい物語が隠されています。というのは今日のビデオでした。続くビデオをどうか参考にしてください。Bye for now! hiroshi hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. today's story is about blindness in our mind which is more horrible than a painting painted by leonardo. most of us wish to be blind rather than to see things as they are in order to keep our mind stable but some proverbs say as follows when the blind lead the blind both shall fall into the ditch. Blind belief is dangerous or men are blind in their own cause. なぜ人はそこにある事実を見ようとしないのかあえて心の盲目者であることを望むのかで、これから皆さんにダヴィンチが描いた恐ろしい絵をお見せしますが、しかし本当に恐ろしいのは私たち自身の盲目性かもしれませんね。今日のテーマはその盲目性についてですが、 まず最初にダヴィンチがアンチ・キリストであったことを証明します。アンチ・クラシトと言います。ダヴィンチが描いたアンギャリの戦いという絵がその証拠です。この絵の中には10個前後の隠し絵が仕込まれています。詳しくは続くビデオの中で説明しますが、そのアンギャリの戦いの中ではイエスが馬に踏みつけられ頭から血を流しています。ダヴィンチ自身が イエスを殺しているのです。イエスの手には聖魂が残っています。経験なカトリック信者ならこんな絵は描きませんね。まずそのことをしっかりと頭に入れておいてください。つまりそういう前提でダヴィンチの絵を眺めてみる必要があるということです。もっとわかりやすく言えば一連のダヴィンチの絵に騙されてはいけないということです。ダヴィンチは一連の絵を通して 自分はアンチクライストであることを強烈に表現しています。これからお見せするマドンナとセイアンの絵についてもそうです。岩屈の聖母、洗礼のイエスとともにこの絵も謎だらけです。今日はこの絵の謎に迫ると同時にこの絵もまた恐ろしい絵であることを説明します。題名はマドンナとセイアンということになっていますが、ここにいる二人は 二人で一人、つまり男性であることを示しています。一たす一イコール一のダビンチの独特の手法です。そのビデオもこの後につなげておきますから、必要な方はご覧になってください。ともあれ、この絵もまた謎だらけです。 で、今、皆さんにご覧いただいているのが、その、アンギャリの戦いの絵ですけども、この男の頭には、まあ、血でですね、隠し絵という形で、まあ、降臨が描かれています。そして、その、まあ、左手には、聖魂があります。赤い丸で今示しました。まあ、つまり、こういう形でダヴィンチは、これがイエスであることを示しました。そして、この、そのイエスは、馬に踏みつけられて殺されています。敬験なカトリックの信者なら、こんな絵は描きませんね。で、いわゆる、まあ、アンチクライストの絵。 ってことになります。これが今日説明したいと思います。マドンナと聖アンです。まあ、右にいる子供はですね、これは子供ということにしておきます。で、今日はこの子供に注目してください。で、この腹を見ていただけたんですけど、やはり同じようになってますか。腰巻きのようなものを巻いてますね。これはまあ皮膚ってことになります。そしてこの皮膚がですね、足の方にもぼやーっと巻いてるのわかりますで。その皮膚の間に聖、えー、アンがですね、手を突っ込んでるのわかりますかいわゆるその、 いわゆる神秘の下にですね、手を潜り込ませているわけですね。で、これと同じ手法で書かれたのが、眼窟の聖母です。ルーブル版です、えー。ロンドン版の方では修正されています。まあ、これが今、まあ一応、眼窟の聖母の中ではイエスということになってますけども、マドンナの右手がですね、えーまあ、この子供の神秘の下に潜り込んでいるところに注意してください。人差し指が。 まあこの透明の神秘の下に盛り込んでますね。まあこういう形でダ・ヴィンチはこの子供が人間ではないすなわちまあレプタリアンであることを示しています。で今度はもう一度この子供を見ていただきたんですけど今度は目に注目してください。この子供の目を注意深くご覧になってください。様子がどうもおかしいですね。まあ瞳が瞳だけで白目がありませんね。 も,まあ、も,もう少し分かりやすく言えば真っ黒だということです。で、これと同じ目をですね、実はラファエロが描いています。向かって左の目も何かお,おかしいですね、まあ。そのラファエロにはこの後に紹介しますが、まずその前にの、洗礼のイエスの洗礼と言われてますけど、この絵を見てください。この左の子どもの顔の目と同じ目が、この イエスのの洗礼の中に書かれていますここに二人の子供いますね。これは一応ベロッキオとダビンチの共同作ということになっていますけども、この子供はダビンチが書いたと言われています。この目を見てください。 そして向かって右の子供の右目ですね。それと先ほどお見せしました、えー、マドンナとセアンの中に書かれている子供の目と比較してみてください。同じだということもを皆さんお気づきになると思います。なあち、左の、まあ、いわゆるですね、聖暗、マドンナとセアンの中の子供もやはり虐待を受けている。 とということになるわけですね目には熊ができていますし、そして目が不自然に開いています。そしてこの子供の向かって左の目がです、ね、何かしら崩れているようにも見えますね。まあ、これはあのここそのことははっきりしませんけども、はまあ、そう何かしらこう普通でないような感じがします。ともかくも向かって右の目はですね、えー、このイエスの洗礼の中に書かれている子供と同じ目であるということですね。えー、丸く開いて、そして、まあ、虐待を受けている。まあ、普通ならばこういう目を見たら皆さんは虐待を受けているというふうに判断しますね。特に あのイエスの先例の子供をくく見てくださいそして皆さん自身でこの2人の子供の目を比較してみてください。ダヴィンチはこのような形でこれら2人の子供は虐待を受けているということを表現したということになりますね。なぜダヴィンチはこんな絵を描いたかですけども、もう一つその 先ほどの子供に戻っていますけれども、えー、アドンダとセアンの、まあ、絵ですね。そしてこの黒い目をもう一度調べておきますで。この黒い目をですね、実はラファエルも描いています。ラファエルはですね、フィレンツェ出たときに最初にダメージの門下に下るんですけども、その後、鉄別したと私は考えています。これがラファエル,ラファエルの描いた、まあ、ジプシーの少女たちの踊りですね。そしてこの目を見てください。真っ黒ですね。 まあ、あの、三人、こういう子供が描かれてるんですけどもね、三人とも目が真っ黒です。まあ、他の子供や人はですね、こんな目にはなっていません。これがまあ黒い目であると。同じような手法でダヴィンチも、まあ、左のですね、子供の絵を真っ黒にしたというふうに考えられるわけです。まあ、瞳がね、見えない分だけ不気味な印象を与えますよね。で、なぜ、こんな子供をダヴィンチが描いたかですよね。 ここで少し話がそれますけれども、モナ・リザと、そしてマドンナと聖・アンに出てくる聖・アンは同一人物であるということをこれから簡単に説明しておきます。これもある意味で大変重要な事実ですから、ぜひ皆さんにしておいていただきたいと思います。で左がモナ・リザで、右が聖・アンということになっていますけれども、軽くしてみますと髪の毛の編み方。 同じですね。そして、ハれボッタイメ、それから、ちょっと独特なワンマフタですね。そして、薄い、まあ、いわゆる眉毛と、まあ、色のない。 眉毛ですね。そして、やや腫れ上がった方、そして、やや唇がですね、上向きに上がっている、まあ、笑い顔であるといって、それから髪の毛の、まあ、その縮り毛の様子も全く同じであるということです。まあ、こうして、順に一つずつ精査していきますと、違いを発見することはできません。すなわち、この両者は同じ人物だということです。そして、右の性案は、 男性ですですから、左のモナ・リザも男性ということになります。まあ、その詳しい内容は次の次のビデオの中にあ で、で、説明しまますのの興味のある方はまたご覧になってください。まあ、こうして髪の毛を精査して、まあ、このね、ややこう縮れ毛、まあ、髪の毛のコンセプトは同じですよね。もちろん色も同じですけどもね。そして唇がやや上がっているところ、それから青がややとんがっているところも、まあ、このモナイザーとセアンのまあ共通した特徴ということになります。すなわち、まあ、これは両者は同じ人物であるということですね。まあ、セアンが男性ですから、まあ、その説明は後でしますけども、モナイザーも男 男性ということになるわけですまあこれもねあのダビンチの謎の一つということになりますで私にはこんな声が聞こえてくるんですねあなたこれからこの子をいただきましょうか美味しそうねほほほほほほほ,ほで、えー、イエスの宣伝の話をもう一度してみたいと思いますこれですけどもこの絵も 同じよう yeah, 同じく、ね、恐ろしいことだということです。Us, まあ私たちはね、あの、まあ、それに気づかないといいますか、あえて盲目であることを望んでいるのかもしれませんけどもね、まあ、あえてこんな恐ろしいことを知る必要もないという、まあ、考え方もできるわけです。まあ、ここに木の葉っぱがありますけども、見慣れない木ですね。見方によってはトカゲにものようにも見えるということです。そして先ほど言いましたこの二人の子供の顔を見てください。腫れ上がってますね。そしてホームも傷ついています。 そして目もね、腫れ上がっています。で、この子、左の子供にはですね、足,足と手が書かれていません。ちょうど眉まに隠されているということになるわけですけども、どうしてないんでしょうかということになるわけですね。そしてここに書いてあるのはコブラですね。鱗もきちんと表現してあります。 まあこういう形で、隠しという形でダ、ダヴィンチはここに書いてあるのは、コブラだということを表現したわけです。眼窟の聖母のルーブル版の周りへ、マドンナも同じような手法で、胸にで蛇を抱いています。そして、この指がですね、どうも6本に見えるんじゃないかなと思いますけど、これはまあはっきりしませんので、ペンディングということにしていきます。まあ、ここに見えているのが、私は手だと思います。 考えようによっては先ほどのね、子供の手ということにも考えられるわけです。そしてここには、まあ、皮膚のない、ヨハネの手が描かれています。まあ、皮がペロッとめくれてるわけですね。そして指は、特に人差し指は異様に長いですね。そして空を飛ぶこの鳥はですね、羽を取ってみますと、UFO の形になるわけです。明度を上げますと、この部分だけ緑色になるんですよ。まあ、色温度が違うってことですね。そして、この、 まあ、スカートのようなもんですけども、これはダヴィンチ自身が書いた、まあ、婦人と男というテーマで書いてありますけど、右のこの人は超等人間ですね。いわゆる、まあ,あ、頭の長いコンヘッドマンです。そしてこの腕がですね、逆さまについてるんですね。これはですね、私はその、最初は絵を作る時のミスじゃないかと思います。まあ、こうして手をくっつけていったんですけどもね、ここだけ逆につけてしまったんですね。そして先ほどちょっと言いましたね、ここに足らしきものが見えますね。まあ、はっきりわかりませんけども、まあ、 隠し手法ですね。これもね。ーシールド ピクチャーということになるわけです。そして、この手もですね、レーダーとスワンのね、あのスワン、のな恐竜ですね、あるいはあの白鳥ということになっていますけど、の首と大変よく似てる。そして、極め付けはこの穴開きドルメンです。高架札だけでも3000個以上。そして、インドでも見つかっています。ヨーロッパ全土でも見つかっています。要するに、子供を閉じ込む職業としてのね、子供を閉じ,閉じ込めておくための檻だってやと私は考えています。そして、この丸い穴をね、蓋する蓋も見つかっているんですよ。 そしてこれらの話を総合しますと、そこに浮かび上がってくるのは恐ろしい話だということですね。まあこの二人の子供はまさにその犠牲者、もっと言えば餌ということになるわけです。そうした絵をダヴィンチはこの絵の中で表現したということになるわけですよ。 で、これがまあイエスことになってますけど、このイエスの首もまたおかしいんですよね。この正中線、ブルーの線が正中線ですけども、黄色い線を見ますと、ような撫で方ですね。これはあの、モナリザもそうですし、ラファエルのが申ししたモナリザもそのようになっています。まあ人間出しからぬ、まあ奇妙な撫で方をしているということです。で、これがダヴィンチの素顔です。 このダヴィンチの絵を、顔を元にして、3D のモデリングの原画ができ、そしてそれを、まあ、いろいろ変化させて、私たちが知っている、ダヴィンチの現在知っている、ポートレートができたということですよね。そして、この、凝視する目に注意してください。じーっと睨んでますね。これはフクロウの目だというわけですね。で、フクロウというのは凝視する目であり、ストリクスといって、魔女だった。まあ、ローマではマリアと言ってたんですけどもね。凝視する目を持つ目の目が、すなわち、まあ、あ そしてこの子にはフクロウの置物が置いてあります。そしてその下にはですね、三本指の右下のね、足のところに三本指のマリアの足がちょろんと見えてますね。まあこういう形でダヴィンチはマリアが魔女であることを示しました。そしてこの二人の人物を足してですね、1足す1は1の、まあ、魔女であることをダヴィンチは示しました。1足す1は1の原則ですね。 まあ、この絵は大変恐ろしい絵だということです。まあ、これが左がですね、3D モデリングで作られた Man ということになってますよね。で、これがまあ、元になって、私たちが知っているダヴィンチの自画像ができたという、捏造されたということですね。で、まあ、話を戻していきたいと思いますけども、もう一つまあ、ちょっと、ついでにちょっと事実を、あの、話しておきたいと思うんですけども、このヨハネのね、 あの、服を見ていただきたんですけども、これはあの、明るくしてみますと、うろこが浮かべがってくるんですね。私これ明るくするまで気がつきませんでした。そしてこの目もですね、まあ、先ほど言いましたように、もう一回確認しておいてください。これは普通の目ではありませんね。明らかに虐待された子供の目です。なぜ虐待された子供の顔がこんなところに書いてあるでしょうか。ね、イエスの洗礼であるにもかかわらず、微笑みもなければ、なんて言いますか、喜びもない。 悲しい顔しているのがわかりますね。もっと言えば、暗い表情をしているわけです。そして、左の子供の手足はありませんけども、こんなところに隠してという手法でですね、手足、そして、まあ、なんとなく、なんとなく顔らしきものも描かれているということです。まあ、見れば見るほど謎めいた不思議な絵ですよね。そして、そこから浮かんでくる絵は恐ろしい絵だということです。で、結論ということになりますけども、このマドンナと聖アンの絵も同じです。この子供を見てください。全然楽しそうじゃありませんね。 そしてその目は不気味に黒い。そしてその目と、そしてイエスの洗礼の中に描かれているこの子供の目とは一致するということです。ダービンチはこうした絵をですね、意図的に描いたとしかまあ思えませんね。もう一つの目を見てください。 左の,左の、また向かって左の絵の目はですね、崩れていると言いますか、形ははっきりしませんが、しかし、右の目ははっきりしてますね。そして比較してみますと、これは両者の目は同じであること,もことを皆さんはお気づきになると思います。なあち、イエスの洗練の絵が恐ろしい絵であると,どうということは同時に、このマドンナと聖庵の絵も恐ろしい絵だということになります。ここが今日のポイントであり、結論ということになります。どうかご自身で判断してください。 もう一、最後の繰り返しになりますけども、左がマドンナと聖ンそして右がイエスの洗礼です。そしてそこに描かれる子供の目は同じ目をしている、すなわち虐待され痛みつけられた子供の目ということになります。そしてこれら両者から伺ってくる、まあ、話、ストーリーはですね、恐ろしい話だということになるわけです。いかがですか まあ、あくまでもダヴンチ説いうことになるわけですけどもね。そして、この二人が言っています。おいへへ、しそうな子供ね。私、いただきましょうかしら。ほほほほ。という、まあ、恐ろしい話でした。続くビデオをどうかご覧になってください。b y for n o w h l l o This is Satoshi Morimoto and Hiroshi Hayashi in Japan, a secret of Leonardo da Vinci and the answer to the mystery of the Battle of Angari. Leonardo da Vinci painted very strange paintings and pictures in his life. This is one of them, named the Battle of Angari. This is it, the Battle of Angari. But no one knows why Leonardo da Vinci painted such a strange picture or what for Leonardo da Vinci painted such a strange picture. But Satoshi Morimoto san gave me the answer, and it's my pleasure to show you the answer in this footage Blood or Hollow? Morimoto san pointed out first that this man. It's very strange, and he's got a blood around his head. And he said, This is not blood, but this is hollow. Now, upside down, you see a man, and you see a circle around his head. Blood? No. So, Morimo san says, that this is heller instead of blood it's quite reasonable because this is a sort of secret picture hidden behind the painting then who is this man because he's got a heller around his head is he jesus christ yes he is of course this man is jesus christ leonardo da vinci painted in the battle of angari examination okay have a look at this his left hand he's got a scar in his hand what is this okay you see a scar or you know that this is a stigma holy scar of gods or Jesus Christ after he was crucified. Here you can see a stigma or a scar. This indicates that this man is Jesus Christ, a stigma in his left hand. Now you know who this man is Jesus Christ being killed under the horse. So here is a conclusion. This is the main theme of this painting A uh, Jesus Christ under the horse being killed by soldiers. And stigma is here in his left hand. See? A stigma. This indicates that this man is Jesus Christ. And this is what Da Vinci really wanted to tell us. This is not a picture or a painting of the Battle of An uh, Angali. Who says this is the Battle of Angali? That is a very, very stupid answer to this painting and very insulting, insulting to the uh, to. Mr. Leonardo da Vinci. Jesus Christ. So ask yourself, then you will know the answer of this painting. Thank you very much, Mr. Satoshi Morimoto-san. And uh, I, now I know the answer to this painting. Very important pain, uh, answer. Please watch the following video for further details of this painting. And you will know the secret of Leonardo da Vinci. Thank you and bye for now.Hello, this is Masamitsu Okubo、ok、and Hiroshiyashi, Japan.Mystery of the Battle of ari, a Gary, a Reptarian, sketched by Leonardo da Vinci.Angari の戦いの謎。Davinci の書いた r e タ t a r i a n の顔という話です。Okubo Masamitsu さんという方がですね、大変興味深い事実を 教えてくださいました。このバトル・ t l e of a の左の下にですね、レプタリアンの顔があり、そしてこちらをじっと見ているというのですね。そしてダヴィンチが表現したかったのは、むしろこちらのレプタリアンの顔の,顔の方ではなかったかというのです。なるほど。ということになるわけですね。まあ、あの、このザバトル a t t l e の中には、たくさんの隠し絵、騙し絵が仕込まれています。まあ、その中の一つがその、このレプタリアンの顔ということになるんですね。 そして右側ですね、私が法隆寺で、まあ、見つけました法隆寺の、まあ、レプタリアン像ですね。で、これは同じっていうか似たような像が3体見つかっています。その中の一つがこの像なんですね。で、これは、まあ、サムライ。 ということになってますけども、これは明らかに、まあ今で言う、レプタリアンということになります。この法隆寺の顔と、そして左の、えー、ザ・バロ・ラン・ギャリーの中の顔が似ているというわけですね。で、一見するとこれ人間に見えるんですけども、人間がかがんでいるように見えますけども、ここの部分を切り出して、こうして頭をこうして見ると、ここにいるのは、まさにレプタリアンということになるんですね、皆さん。 楽しいですね。そして、この映画、法隆寺のレプタリアン像とそっくりだというわけです。これも騙しの一つと私は考えていいと思いましたので、皆さんにこうして紹介することにしました。大久保正光さん、どうもありがとうございました。えー、まぁ、あ、こうしてね、どん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 皆さんの協力で謎が解けていくことを私は大変嬉しく思っています。Thank you very much for watching and please watch the following video.Thank you. Bye. Hello, this is Hiroshayashi, h a m m a City, Japan, a mystery of the battle of Angari, monsters in the battle sketched by, most possibly, Leonardo da Vinci, Angari の戦いの謎えー、h d ンチの書いた怪獣たちという話です。今日はあまり難しいことを考えないで、まあ、 子供の心に帰って、この動画をお楽しみください。これが、まあ、アンギャルの戦いの絵ですね。一体これは何かということになるわけですけども、それについては、まあ、多くの先生たちがですね、こうした説明を加えています。で、まあ、5人の名前が書いてありますけども、こんな名前なんかどうでもいいですよね。観光地の録音案内みたいなもんです。で、まあ、この、 アンゲルの戦いというのは古代の歴史家がまあ記した戦いだそうですけども、それに基づいてダヴィンチが絵を描いたというわけですけども、本当にそうでしょうかっていうんですけどもね、私にはそうは見えないんですよ。私の頭がおかしいのか、心が歪んでるのか、それはわかりませんけども、ここを見てください。ねえ、わかりますかここにね、何が書いてあるかと言いますと、私には龍に見えるんです。目が2つありますね、ほら。 わかりますかそして、まあ、線が入っています。これは竜ですね。楽しいですね。まあ、そういった、そういうふうに想像力を膨らませて、まあ、今日はこのビデオをお楽しみください。次に、ここを見てください。ここにいる動物は一体何かということになるんですね。一応、まあ、常識的に考えれば、って言いますか、あまり深く考えなければ、これ、ただ、の、馬ってことになるんですけども、馬とも違うんですよね。耳の形も違いますし、これ一体何ですかネズミみたいですね。口も違いますね。 まあ、私はこれ,これ、これが怪獣に見えるんです。頭おかしいですかね本当はこれ向かって右側の目もあるんですけどね。薄くあります。ここを見てください。これただの帽子だと思うでしょうじゃあ帽子じゃないんですね、これ。はあ、目がつり上がった怪獣です。ナマズのような怪獣ですね。長い髭が生えていて、そして口を開けて、ワおー。下の顔そうなの仮面ですよ。これが怪獣です。楽しいでしょう、まあ、そういうふうにこう考えてください。そして今度はここです。 ここにね、馬がいるんですけどね、上顎しか見えないんですよね。で、この部分だけを拡大してみますと、こういう感じなんですね。で、まあ、見方によっていろいろ見えるんですけどもね、この目があって、それでこの長い、こう、耳ズのような髭が生えてますね。で、その下に口があると。ええー、と、今度はここですけども、これはね、カタツつむりみたいですけども、そうじゃなくて、これ目なんですね。というふうに考えますと、ここに怪獣がいます。ギャオ、ギャオ。 ねえ目があって、そして、まあ、あの、むにゃむにゃむにゃと、あのね、出てるのが、右に出てるのは、手の手みたいですね。さあ、今度はここなんです。ここ何かね、怪獣がは地面、地面を張っているようにも見えますね。なんでしょう。しかし、よく見ると、下にこう、手らしきものが出てて爪、爪のようなものも生えてますね。これは怪獣の手なんでしょうか。まあ、これはまた面白い絵ですね。まあ、えー、見れば見るほど楽しい絵だと思います。 さあ、今度はここです。ここにね、ゲロゲロカエルがいるんですよ。ね、緑のところです。目があって、口があって、ゲロゲロゲロ。大きな怪獣ですね。そして地面をのし、のしと歩いています。さあ、今度はここですね。これちょっと見にくいんでね、あの、絵を、 ま、逆さまにするとよくわかるんですけどね。これで、これでもなんとなく顔のようにも見えますけどね。上の丸いのが目になってる。それを逆さにしますと、今度は逆に、この目のところが口になるんですね。そして小さい目が2つある。大三将後の化け物です。ドシン、ドシン。さあ、今度はここです。このね、なんか上の方が伸びてるのは手みたいで、そして人間の首をぐーっと押さえてますね。怖いですね。苦しい、助けてくれ。苦しい、助けてくれ。ってね、下の人が言ってるみたいですよ。なんでしょうね、これは。 手みたいですねそして今度はここなんですね。これがね、また面白いんですね。豚のまあ恐竜、豚恐竜なんも言いませんけども、これ豚恐竜みたいでしょう。で、そしてここに目があって、そしてまあ周りをいろいろとしてみますと、豚恐竜がのしんのしと歩いています。ね。<laughs> さあ今度はここですね。これがね、また面白い絵なんですよ。馬と怪獣が顔を引 くっつけけていますけどもここなんですね。これで目をですね、2つを1、まあ、2つ、2頭いるというんじゃなくて、1頭の2つの目と考えると、ほら、こうなるんですね。ライオンのようなライオンのよう,ようでないような口があってね、そこに真ん中に鼻があってということになるわけです。まあ、これは私の想像力、イマジネーションによるまあビデオというふうに考えてくだされば結構ですけども、意外と 合ってるんじゃないでしょうかで、結論ですけども。まあ、もう一度、uh, The Battle of Angari。アンギャリの戦いの絵を見てください。そして、元根に戻しますから。今度は、そう、私が今、述べたより、話して説明したような目で、この絵を見てくださると楽しいですね。で、こういうのを、えー、騙し絵と言います。ね。で、これは、あの、一見すると顔みたいだけども、それぞれ部分が違う。これもそうなんですね、えー。老人のように見えますけども、まあ、いろんな動物で描いてある。これもそうですね。まあ 何でしょうねこれもそうです。まあ、こういうのをね、騙し絵っていいます。これもそうですね。これもそうなんですね。まあ、こうしただ騙し絵っていうのは、まあ、まあ、子供の、ね、子供でも大人でも楽しんでいいわけですけども、あるわけですね。これ分かりますかね馬のようだけども、今度口、目のところを口見ると猫、ね、になるんです、ね。これお,じあのおばあさんにも見えるし、若い女の子にも見えます。 これはアヒルにも見えるし、ウサギにも見えるという騙し絵です。まあそういった目で見ますと、このダビージの書いたと言われているアンギャリの戦い、バトルオブザ、アンギャリの戦いもそういうふうに解釈できるということですね。まあ、あとは皆さんの想像力と判断力にお任せしますが、で、もう一話を戻しますね。これがまあ、あの、アンギャリの戦いで、それぞれの勇者の名前が4人5人と書いてありますけども、 私はそのようには見ません。また全く別の角度から見てるわけですね。まあ、こんな説はるの,のは世界でも私が初めてであり、私だけかと思います。皆さんはどちらの方を信じられるでしょうかあるいは、人生を楽しむためにはどちらの方がいいかいうことも、いう問題にもなるわけですね。ということで続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching and b y e h e l l o e This is Hiroshihaya Shi and Ransuke Japan.Da Vinci's The Battle of Angari.Flood of Mysteries.Mysteries after Mysteries.Da Vinci のアンギャリの戦い。謎の洪水。謎、また謎。Da Vinci の絵はまさに謎の洪水です。この絵は Ransuke さんが届けてくださいました。 アンギアリの戦いです。で、これはですね、えー、元の絵が残っていなくて、弟子が、まあ、ダビッチの弟子がですね、ピューピューが書き残した絵だと言われています。で、この絵を、まあ、ランスケックさんから送っていただきましたので、えー、調べてみることにします。まず、ここの足ですね。で、一応、まあ、この人はですね、 まあ日本でいう鎧のようなものを着ているわけですけども、まあズボンでしょうかね。ところが筋肉のまあ形がそのまま外に出てきてるんですね。まあまるでボディーペインティングのようですね。そして今度はここなんですけど、これ馬ってことになってるんですけども、馬なんでしょうかね。ちょっと変わった馬ですね。 で、順に見ていきますと、だんだん謎が深まってくるんですけども、この髪の中、髪の毛っていうか、馬の毛の中にね、何かしら目のようなものがあるようにも見えます。まあ、順におかしいなと思うところを拾ってみ、見ているわけですけども、これだけのね、鎧のようなものを着ながら、カブトゥのようなものを着ながら、みんな素足なんですね。どうして果たしなんでしょうってことになるわけですね。 昔の人は裸足して戦争したんでしょうかで、ここもおかしいんですね。この顔を見てください。妙笛がありますね、この顔は。そうなんです。ダヴィンチの顔なんです。で、順にこう比較してみますとですね、耳の下のコブ、鼻の途中が腫れているところ、鋭い目、特に下、目の下側ですね。そしてコブコブとあって、その間にこう、なんていうか、あります。それから鼻が二つに割れている、顎が二つに割れている。 鍵花。目がやっぱりこうするという、この使い方がコンプセで、ね。そして小さな小花。まあ、ダヴィンチの、あの、いわゆる特徴みんな備えてますね。そして目の目尻に、まあ、コのようなものがあると。これ、ダヴィンチじゃないでしょうか、皆さん。ねえ。ということが分かってきました。で、もう一人、まあ、ついでに調べてみますが、えー、ここにもう一人います。この人も調べてみます。この川なんですね。 まあ、日本の仁王様みたいな顔してますけども。で、やっぱり似てるというか、まあ、険しい顔してますけど、小分がある。まあ、大きな口、鼻、あの、うダビンチは上まぶたが非常に細いですよね。そしてからあの小分がある。上まぶた、上,上あの唇がね、鼻が先が尖ってる。そしてこの、頬骨。頬骨が大きいのもダビンチの特徴です。で、アンゴルシタンが二つに割れている。 細い眉毛ですね。本当に髪の毛があったんだろうかと思いますけどもね。そして鼻、先ほど言いましたね。途中が膨らんでいる鼻ですね。これもダヴィンチじゃないでしょうかね、皆さん。ということになるわけですね。調べれば調べるおかしね、なんですね。じゃあこの人もどうなのか。ということなんですけども、この人はどうなんでしょうか。 とというこになるわけですねダヴィンチという人はですね、生涯一枚しか肖像画を残さなかったいうは嘘なんて、全部ダヴィンチなんですね。そのことはこの続くビデオの中でもう一度説明しておきますから、一度皆さんじっくり見てください。で、上がダヴィンチですけども、比べてみますと、やっぱりみんな似てるんですね。鍵花。ね顔全体がこう似,てる似てるでしょあの、比べてみてください。で、目の鋭さ。 真ん中の人はの鼻がちょっと鍵鼻になってませんけどもね、髪の毛なんですよ、問題は。この髪の毛。これね、あの、ダヴィンチのあの、3D モデリングで作った絵の髪の毛と同じなんですね、上。見てください。上の髪の毛と下の髪の毛同じでしょ ということはこれ同じモデルを使っているんじゃないのかなと思いますね。それからもう一枚あのダヴィンチは 3D モデリングであの絵を落としてますけども、この髪の毛とそれから真ん中の下の,の髪の毛と比べてみてください。同じなんですね。ということは同じデータをこう使い回してるということがこれで分かってくるわけです。はあ そう言いますと、この絵も、高度なね、私たちまだ人間持ってないようなグラフィックデザインのソフトを使って描いたように思われますね。そしてこの足なんですね。こんなところにダヴィンチはミスしてると思うんですけども、この足の、この人の足のね、あ側頭あ、ふくらはぎの下ですね、こぶこぶとありますね。人間にはこのこぶありませんからね。で、これ上はウェアミケランジョロの解体です。あのー ダベンチの群像です。レプタリアンの群像ですね。で、この一番右の方にいる人の足と比べてみますと、ふくらはぎのところにポコポコと出てますね。やっぱりこれレプタリアンだってことですね。ということになりますと、これはレプラリレプタリアンと人間との戦いってことになりますわね。右の方にいるのは人間で、左の方がレプタリアンということになるんじゃないでしょうか。ということで考えてしまうんですよね。そしてこのヘルメットがまた奇妙なんですね。私、まあ、いろんなの、あの、 いうことを調べてきましたけど、このようなヘルメットを見たのは初めてなんですね。右のヘルメットもどうなんでしょうか右のヘルメットはなんかね、ありそうなヘルメットですけどもね。特に左の下のヘルメットは皆さん見たことありますってことになるわけですね。まあ、問いかけて大変申し訳ないんですけど。そしてこの馬と人間の大きさを比べてみてください。これはあの右の方はですね、あのまあ模型の箱からちょっと取ってきたんですけども、それはですね、あの人間と馬のバランスを見てくださいね。 で、この、馬と比べて、この乗ってる人間らしき人、まあ人間でしょうけどね、一応、大きいですね。あの、比率というか、割合が全然こう人間ではないような気がします。馬の方がなんかね、小さく見えるような感じで、まるで、まあ犬とは言いませんけども、人間が大きいですね。馬の頭と人間の頭と比べてみてください。これ本当に大きな人ですね。ということになりますと、この人たちは本当に人間なのかということになりますね。いわゆるその、バビロニアのレリーフに残っている神々の、 と同じような、まあ、感じで描かれています。となると、このバトル・オブ・アン・ギャリの戦いというのはですね、どうも怪しいですね。そしてこの名前が書いてあるところを見ると、これらの人はこういう人たちであるなんて書いてありますけども、まあ私はクエッションマークつけていいんじゃないかと思いますけどもね。これ全部ダヴィンチですからね、皆さん。ということで、まあ、あの乱助さんからいただいた絵をちょっと精査してみました。乱ケさんどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。あの、はい。今度はお世話になりました。

Today's story is about a very horrible painting painted by Leonardo in the Middle Ages about 500 years ago. In the painting, Madonna and Child Jesus with the infant John the Baptist and an angel are painted in a rocky setting, which gives the paintings their unusual name. A version of the rocks. Yes, it is. It is very much unusual. 皆さん、こんにちは。今日は、岩屈の聖母の絵の謎について話します。この絵は大変恐ろしい絵です。そのことをこのビデオの中で説明し、証拠を添えて証明します。私たちは作り上げられた虚構の中で、この絵を素晴らしい絵と思い込んでいるだけということになります。この絵も恐ろしいですが、 本当に恐ろしいのは私たちが持っている常識ということになります。あるいは私たち自身かもしれません。今、マドンナの右手の人差し指がイエスの神秘ですね。皮膚の下に潜り込んでいます。ここに注意してください。これは衣服ではありませんね。神秘です。皮です。その中にマドンナの指が入り込んでいます。注意深くご覧ください。で、イエスの体を見ますとあちこちで 皮膚が剥がれているのがわかります。お腹から背中にかけてですね、皮膚が剥がれています。いわゆる脱皮しているわけですね。で、ダヴィンチはこうした脱皮しているイエスを、まあ、表現したということになります。衣服ではないことは境目を見ればわかります。足の皮膚も脱皮しています。足の皮がめくれていることがわかりますかこれは衣服ではありませんね。衣服だったら足の先まで着ることはありません。 これは、まあ、こうした動物がいるわけですね。まあ、皮を剥ぐと言いますかね。神秘を剥ぎながら成長していくってわけですね。で、同じようなことをダヴィンチがイエスの皮膚の上で表現しています。これは別の、まあ、トカゲってことなんでしょうかね。やっぱり脱皮していますね。そして皮がめくれています。注意深くご覧ください。すなわち、イエスの体は脱皮している。すなわち、イエスは人間ではない。すなわち、イエスはレプタリアンであるということを ダビンチはこうして証明しました。そして、えー、続くこの指も怪しいです。注意深くご覧ください。この人差し指の付け根のところに人間にはない皮があります。この皮に注意してください。この皮もやはり脱皮しているように見えます。注意深くご覧ください。 なあち、このエンジェルと言われている、これ女性じゃなくて男性なんですけどもね、別のところで証明しましたが、これは男性ですけど、顔に騙されちゃダメですよ。要するにこれも、この、なんて言ったらいい人もですね、皮膚がめくれて脱皮しています。このようにダヴィンチは皮膚のめくれた人物をこうして描いて、これらは人間ではないということを示したわけです。これが神秘ということになるわけですね。皆さん自身で判断してください。 ペロッと皮がめくれていますで、さらに検証を続けてみます。この、まあ、エンジェルの足を、まあ、その前にちょっとこの皮膚をです、ね、見ていただきたんですけども、こういう隠し絵という手法でですね、あたかも衣服のように見えるようにして、まあ、カムフラージュして、実はダヴィンチは、まあ、こうした人たちが、まあ、いわゆるその脱皮する人たちであったことを示しています。で、今度は、 この足のところを見ていただきたいです。ここはあの少し注意が必要です。一見すると4本指が確認できます。しかし一番向かって右の指は色が白いですね。チューブからご覧ください。これはですね、隠し絵手法と言いまして、周りの葉っぱの色なんですね。なあち、こういうふうに、まあ、一見しただけでは4本、あるいは5本に見えるようにしてですね、実はこのエンジェルは3本指であることを示しています。 まあ、つまり人間ではないということですね。この白い部分と白い部分を比較してみてください。なおち、白い部分は葉っぱであるということですね。で、これを、この人は3本指の、まあ、エイリアンとか、まあ、エイリアンになりますけどもね、これが毛側に見えますね。足の指、後でもう一度出てきますけども、足の付けけのるところに毛が生えているように見えます。3本指の毛の生えた、まあ、エンジェルということになるわけですね。白い部分は繰り返しになりますけども、葉っぱです。 私もここに騙されましたね、はじめね。で、この人は三本指の足を持っている。しかも右の方はどうも毛が,毛,毛が生えてるみたいですね。で、いよいよマドンナの謎ですけども、このマドンナの胸とそして後ろの背景の岩を比較してみてください。中深く見てください。今日のポイントということになります。 で、このダヴィンチはですね、このマドンナの、まあ、胸のところと、そして後ろの岩を同じ色で、同じ質感で描きました。まあ、色温度っていうんですかね、同じように、全く同じように描いています。なあち、このマドンナの体と後ろの岩は連続していることをこうしてダヴィンチは示したわけであります。なあち、体はぐにゃーっと回って、後ろに続いているんだぞ、と。まあ、そういうことをダヴィンチは回、まあ、 この絵の絵中でで表現したわけですねで。もう一つ、ここ重要ですから、今日のポイントですから、もう一つ確認しておきます。ここにマドンナがいますけども、このマドンナの体とですね、後ろの岩を比べてみてください。まあ、途中で曲がっているというよりも、私は下の方までグッと曲がって、そして後ろに続いていると見ます。まあ、その方が自然ですからね。そして後ろの岩とマドンナの体、胸の 色、風合い、すなわち色温度は同じだということです。描き方も同じですよ。すなわちマドンナの下半身は蛇もしくは竜であることをこうしてダヴィンチは示したわけであります。皆さん自身でしっかりとご確認ください。もう一度念を押しておきます。まあこれが原画ですね。それ少し色 明るくしています。部分的には採工してません。全体に明るくしたということです。さらに、コントラストを上げてみますと、このように胸のところと後ろの岩を比べてみてください。そして、マドンナはまあ大事であるということをダヴィンチは示したということになります。まあ、胸に抱いているのもヘビに見えますけどもね。それも後でちょっと出てきます。こうしてまあダ、ダヴィンチのまいわゆる 思想がですね、ここに織り込まれているということですね。で、誰かと言いますと、当然、ラミアということになるわけです。ラミアというのは、子供を食べる魔女、悪魔として知られていました。そして、こういう形で、まあ、いろんな画家がラミアを表現しています。まあ、上半身は人間で、下半身は蛇だってことですね。まあ、こうした絵は全まあ、全く珍しくないわけです。えー、マケ、ミケランジュロも同じような絵を描いています。中央にいるのがラミアです。いわゆる、まあ、アダムの最初の妻と言われてますね。 そして、まあ、これがカペラシスティーナに書かれている例ですで。ラミアというのはどういう、まあ、魔女をったくかと言いますと、子供を食べるラミア。もともとは、まあ、リビアの女王であったというけれども、アダムの最初の妻、リリトのことである。リリトですよ。リリトのことであるということですね。そして、これがマドンナ。もう一度繰り返しますが、確認してください。ここが今日の一番重要なポイントです。胸と後ろの岩を比較してみてください。そして、左がミケランジョの書いたラミアです。 そして、下半身が蛇ですね。そして、このエンジェルの足の指は三本指です。そして、指は、新品が剥がれています。そして、マドンナはイエスの皮膚の下に指を潜り込ませています。まあ、こうした事実から浮かび上がってくる、まあ、て言いますか、ストーリーは何かというと、恐ろしい話ということになるわけですね。 皆さんもこの足をもう一度確認してください。で、そして左がリリトです。魔女中の魔女というふうに言われていました。まあ、ルシファーの妻ですけどもね。まあ、あの人間を改造したルシファーの妻ですから、キリスト教側から見れば魔女ということになるわけですね。この三本指に注意してください。実はダヴィンチは他にもこの三本指の女性を描いています。それをこれから皆さんに紹介しますが、この三本指注意してくださいね。いわゆる魔女です。 悪魔,の悪魔中の悪魔ということになりますね。これはダビンチ自身が書いたと言われてます、受胎告知です。この受胎告知の袋の置物の下にマリアの足が隠し込まれて隠し、 えー、隠し込まれています。この赤丸、赤い丸のところを見てください。授業団の下からペロッと三本指の爪のある、えー、マリアの足が外に出ています。この三本指の足と、そしてリリとの足を比べてみてください。すなわち、ダベンチはこういう形で、えー、マ,マドンナはリリと魔女であることを示したわけです。ここでも同じ、まあ、コンセプトで作られているということですね。まあ、ついでながら言いますと、上の二人の、まあ、 ガブリエルと二人足して一人の魔女ってことになります。すは1の、まあ ダヴィンチ独特の手法ですね。そしてこれが右側ですね、システィーナ、礼拝堂の、えー、ビ,ケジャンビケランジョの解体ですけども、ここにやはり3本足の女性、これ女性じゃありません。男性が人が描かれています。赤い服を着ているから女性だなんて持っちゃいけませんよ、まあ。システィーナの礼拝堂にはみんな逆転してますから。で、3本指です。あ3本足ですね。そして組み合わせ方によってはこれ3通り考えられるんですけどもね。まあ一応2通りこうで紹介しますと、こういう足の組み合わせがあるわけです。そして向かって一番左の足が 注意深くくご覧くださいこの足は骨がむき出しになっていて、折れていて、中から骨髄液が漏れています。右は、まあ、イラストですけども、正確に描いた、まあ、骨髄ですよね。それが、まあ、こういう形で表現されているということです。 なあち、ダヴィン、メケランジョロですね。ダヴィンチの絵をもじって、こういう絵を描いたと思われます。三本足ですね。で、向かって左のダヴィンチの絵もですね、これ二本足ですけども、見方によっては三本足にも見えるということで、メケランジョロはからかったんじゃないかと思います。そしてこれは森本悟志さんが発見なさったんですけども、後ろの男性は一見優しい若い男に見えますけども、これも隠し絵手法で、実はこの向こうに不気味な、まあ、何かが、まあ、人の顔が描かれているということですね。 こういう形で、まあえー、ミケランジェロも革新を仕込んだというわけです。まあ、こういうふうにして考えていますと、まあ、左と右がです、ね、同じコンセプトで書かれているということですね。そして衣服の色は全く同じですね。やや、まあまあ なってますかあ色が焦てるっていう感じはしますけども、コンセプトは同じですね。赤い服です。そしてこの金色の衣服がですね、右の人物の袖になっています。この腕を見てください。これは女性の腕で,腕ではありませんね。そして胸がありません。いや全くフラットです。なあち、この人は右の人も男性だということですね。まあ、こういう形で、ミケランジェラ、ミケランジェラの方法でダヴィンチを攻撃したわけですね。 まあ、壮絶な戦争が続けられていたと思いますよ。そしてこの人は今言いましたように、一見女性に見えるかもしれませんけども、胸がない点。そして手の方を見てください。先ほど言いましたように、エンジェルの足の方に毛が生えてましたね。同じようにこの手もですね途中から毛が生えているように見えます。そして左はこれ一見女性に見えるかもしれませんけども、ちゃんとついているものがついています。皆さん自身で確認してください。 この人もそうですね。一見女性に見えるかもしれませんけども、優しい顔してますけども、体はごっつい、ごっつい体してますね。そして、やはり男です。この人も一見女性に見えるかもしれませんね。優しい、綺麗な顔してますけども、やはりついているものがついています。システィーナ礼拝堂の人物は、ほとんどと言います。全てがと言ってもいいでしょう。男と女が逆転しています。そこに注意してください。 でもう一つ、岩窟の聖母の話に戻ります。これがエンジェルですね。この人は男なんですよ。これはまた別のところで証明しましたので、またそちらをご覧になってください。でこれがミケランジョの描いた右が絵ですけども、大変綺麗な優しい顔してますけども、まあちょっと角度が違いますから、比較しにくいところありますけども、この両者は同じ、まあ、人物と見ます。でこの前後にまあ右のね七時の礼拝堂、この人はあ,のあるものが見えませんので、まあ 男と女とも判別できませんけども、この人も男なんですね。一見ちょっと胸が大きいから女性に見えますが、さらに驚くべきことに背中に注意してください。背中にはレプタリアン独特の、手マスカの特徴であるヒレが書き込んであります。これも林博士が発見したことです。で、こういう形でヒレが書き込んであります。注意深くご覧ください。ミケランジェラはこういう形で、まあ、この人が男であり、かつレプタリアンであり、そして、 ダヴィンシュの書いた眼窟の聖母のこのエンジェルも男であり、レプタリアンであることを、ま、証明したわけです。そして右の人物はですね、よく見ますと皮膚がぼやーっとしてますね。これはラファエルも同じ手法で書いてますけども、まあ、神秘がめくれているレプタリアンを表現するときには、皮膚をぼやーっとして表現するわけですね。注意深くご覧ください。二重になってますね。左下、あの、足の、あここですね。二重になってる、すなわち、えー、皮膚がめくれる、いわゆるその、 いわゆるまあレプタリアンであるということを示したわけです。そしてこの腰のライン見てください。これはあの絵の描きムかなというんじゃなくて、きちんとこういうふうに皮膚がですね二重になっていることを示しているわけです。まあ、こうしてミケランジョロは、ああ いわゆるその岩窟の聖母のエンジェルがですね、男であり、えーまあ、なんて言いますかあ、レプタリアンであることを示しました。同じようにこれ、蛇が書いてあるんですね。この蛇の模様に注意してください。一番下ね、左の下。で、このような形でダヴィンチは、まあ、コブラを描いたわけですから、あの、 右もそのような同じ手法でですね。これあの、ロンドン版で見ますとちゃんとうろこが書いてありますから、また興味のある方は私の別のビデオを見てください。ロンドン版も検証しています。そしてこれがヘビなんですね。なあち、まあ、ダビンチはこういう形で、右のマドンナがヘビとダイジャと関係あることを示したわけです。で、このエンジェルに戻っていますが、もう一度確認してくださいね。 まあ、今日の2番目のポイントということになりますけども、このエンジェルの、まあ、姿勢ではですね、座ることはできません。皆さんもこの姿勢で座ってみてください。頭が前へのめりすぎてますね。で、エンジェルは自分の左手で支えていることになりますけども、エンジェルの手はですね、えー、ヨハネの背中に軽く触れている程度です。これでは支えきれません。このままではステーンと前の方へつのめってしまいます。 皆さんも自分でこの姿勢を作ってみてください。腰から下はまっすぐ立っているんですよ。そして前かがみになっているんですよ。この姿勢では自分の体を刺されることできません。これは触れ数、軽く触れているだけってことはわかりますね。指が伸びています。すなあち、この姿勢では刺さることはできない。すなあち、ダヴィンチはこういう体であったということを間接的に示しているわけです。すなあち、ラミアだということですね。ここでも1たす1は2、1の、まあ、絵の手法を使っています。 1足す1は1ですね。受胎告知も1足す1イコールで、マリア、すなわち魔女であることをダヴィンチは示しています。ここでも1足す1は1の絵の手法で書いています。ラミア、もう一度繰り返しますと、子供を食用するあ、まあ、魔女中の魔女ですね。そして妻、つまりリリートのことである。だから足も書いてありましたね。これについて、ラミア、あ ミリリュウさんがですね、大変興味深いことを発見してくださいました。ラミアという文字を並び替えますと、マリア。R と L と発音がやや変わりますけども、まあこれ英語,英語にしたためにこうした違いが出たものと思,思われます。ラミアを並び替えると、マリアになるということですね。なあち、まあラミアイコールマリア。実際にラミアのヘブライ名はマリアです。になっています。そして、まあイエスの、まあ マリアンとなったわけですね。この眼窟の聖母には以上のように大変恐ろしい意味が含まれているということですね。まあ、アンユージュアルと冒頭で言いましたけども、ありえない、まあ、なんて言いますか、背景ということになります。そこでもう一つ皆さんに今日は重大なことを話しておきます。眼窟の聖母。眼窟の聖母。これは眼窟に見えますか皆さん。これは眼窟ではありませんよ。これは水の中なんです。 まあこのここの部分をちょっと拡大してみますと、それが分かります。まあ、水の表面の独特の波と言いますかね、泡立ちが見えます。中深くご覧ください。まあ、これは水の表面ですね、べちゃばちゃばちゃっとこう水がですね、さだ波が立っているところを表現してあります。で、中ブがつくところどころ、水のね、こういうところ、薄いところがあって、背景の岩が薄いところありますね。この、えー 矢矢印の左の矢印ののの左ところに特に特注意してくださいこの部分ですね。このように色温度を書いていますと、この岩がですね、マリアの体がですね、水の中にあることが分かります。私が着色したわけでませんよ。色温度を上げただけですよ。そしてその証拠がもう一つあります。ここを見てください。 ここを見てください。ここを見ますと、これが水の中であることがわかります。水面に浮かぶ、まあ、葉っぱというか花が描かれています。この花には茎がありません。そして根もありません。葉っぱもありません。上に映っている花がですね、水面に映っていることを表現したものです。 ご自身で判断してください。林いろしの思い過ごしたとか、思い違いだとか、ね、そんな風に批判なさる前に、ご自身で判断してください。なわちこの花はですね、えー、水面に浮かぶ、まあ、花模様であるということですね。映るですね。水面に浮かぶ、花模様であるということになります。まあ、それはおまけです。まあ、この絵はですね、まあ、岩んでなくて、 まあ私なら水中の聖母というふうに名をつけます。とてもこの話は恐ろしい話でしたね。と同時に、この絵は大変恐ろしい絵であるということを皆さんに今日は説明しました。最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。バイ、フォーナー。h e l l o This is Hiroshiyashi, h a m m a City Japan. Here in this video, I would like to talk about fingers of a lady called Madonna, painted by Leonardo. Madonna in the painting Madonna of the Young Winder appeared to have abnormally long fingers when compared with fingers of ours now. Though I know she is different from us Asians, still her fingers looks much longer. As I have pointed out many times in the past, she's not at least a human, and here is another evidence of it. ダヴィンチの描いた糸巻のマドンナです。この絵についてはすでに何度も精査してきました。今日はこのマドンナの指について調べ直してみます。暗い影に隠れよく見えませんが、明度を上げてみますとそこに指が浮かび上がってきます。長い指ということは、 これだけでもわかりますが、不自然にもっと言えば異様に長い指であることがわかります。人間の指と比較してみます。ここに紹介する写真は、その中でも特に長い指を持っている方のものと思われる指です。長いですね。あるいは中には人間の指はですね、見方によってはこのようにも見えると考える人もいるかもしれません。え実は私もそう思っていますが、その範囲を超えて、 長く思われますいかがでしょうかで、なぜダヴィンチはこのような長い指を描いたかですが、他にも同じような指を描いています。岩屈の聖母の中のマリアがそうです。この絵の中ではマリアの右手の人差し指はイエスの皮膚の下に潜り込んでいます。この指も長いです。つまりこういう形でダヴィンチはイエスがレプタリアンであることを示すと同時に、 マリアも人間ではないことを示しています。わかりやすく言えば神々、つまりエイリアンの指は長いということです。いくつかの例を順に挙げて考えてみます。今皆さんにご覧いただいているのが今、糸巻のマドンナですね。まあ、この中でこのマリアの指がですね、まあ、見た感じわかりますが、異様に長いということです。で、順に検証してみます。 で、右下が人間の指です。長い指の型のものを選んでみました。まあ、この写真と比べてみて分かりますように、まあ、微妙なところだと言えば微妙なところなんですね。ダヴィンチの描いた、まあ、マドンナがですね、まあ、そうは見えなくもないという感じのギリギリのところだと思います。しかし、見た感じですね、長いなという印象は拭えません。 で、こうして比較してみますと、ダヴィンチは正確にという言えって言いますかね、写真のように正確に、えー、人間の手を、えー、表現しているのがわかります。その名になっていますかね、デコボコ感を,を比較してみてください。その上で、まあ、ダヴィンチはあえてこのような長い指を描いたということになります。まあ、これ、まあ、微妙なところですけどもね、まあ、皆さんの手と、まあ、比較してみてください。これがまあ、そのマドンナの 人差し指ということになるのでしょうかそして同じような指をですね、ダヴィンチは眼屈の聖母の中で書いています。まあ、それをこれから比較してみますが、えー、左がまあ糸巻の聖母、右が眼屈の聖母ですね。で、ここに、まあまま、マリアのですね、右手が描かれています。まあ、この右手を見ていただきたんですけども、この人差し指も異様に長い。 てますかそういった印象を受けます。で、このマリアの指はですね、イエスの皮膚、神秘の下に潜り込んでいます。まあ、それについては以前も既に精査しましたので、ここでは割愛しますけども、この、ここではですね、マリアの指に注意してください。まあ、つまりですね、こういう形で、 まあ、ダヴィンチはですね、イエスは人間ではなかった。つまり、つまり、まあ、脱皮する人間、すなわち、レプタリアンであることを示しました。そして、同時に、マリアの指がですね、まあ、見た感じ、異様に長いててます。私たちは日常的に持っている、まあ、感覚とは違って、長いという印象を持つほどに長いということですね。 まあ、いかがでしょうかそれは私だけの印象かもしれませんけども、見た感じ長いなという印象を持ちます。それと同じような方法で、まあ,あの、いうか、同じ長い指をですね、ダヴィンチは糸巻きの聖母の中で描いているということですね。まあ、ご自身で比較してください。さらに、まあ、長い指というのがあちこちにあるわけですね。これは、あの、イエスの洗礼という絵ですけども、この絵の中に描かれている、まあ、ヨハネの指をちょっと見ていただきたいんですけども、やはり長い 感じがしますね下の衣とあの、まあ、重なってますからちょっと見にくいかもしれませんけども、親指,親指の長さと比して人差し指がまあ異様に長いと,ということになるわけですね。まあ、アジア人の指の長さとは違うということにはなるんでしょうけども、それにしても長いという印象を持ちます。まあ、このように比較しますと、やはりこう、まあ、ベロッキョとダヴィンチの書いた 絵の中のヨハネもやっぱり指が長いということですね。そして同時にですね、まあ、世界のあちこちで、まあ、洞窟の、まあ、壁画が見つかっています。まあ、その中でもまあマルカーで見つかっている。まあ、これは、あの、これはちょっとごめんなさいね。ちょっと場所をこう言,います言えませんけども、えー、っと、いろんなまあこういったそのヘッド壁画が見つかっているわけですけども、その中でもマルカー島で見つかったこの マルカで、ごめんなさい。マルカで見つかったこの指ですね。これはまあ手形なんですけども、この指見ていただくとわかりますように、これは明らかに人間ではありませんね。そして、ミケランジョロもですね、同じような指を書いてるんですね。カペラシスティーナの天井画の中に、まああの、神の絵ってことになる。神の手ってことなんですけども、神ってことなんですね。これカペラシスティーナ、エルシャダイということになるんですね。まあミケランジェロ風に言えばですね。で、この、 この手の、まあ、傾きもおかしいんですけど、まあ、特にこの人差し指ですね。そう見ていただきたいんですけども、隠し絵という手法で指が異様に長いことを表現しています。まあ、これだけでも長いんですけどね、指の先がさらにずっと長く伸びているということですね。まあ、こうした形で、あの、まあ、ダヴィンチにしても、ミケランジョルにしても、長い指の、まあ、神。 イコールエイリアンを書き込んでいたということですね。そしてあの、ジョ、あの、ボイド・ブッシュマンという方がですね、エリア51で働いていて、そして、まあ、あの、この方はですね、あの、 ロズウェルで墜落したね、エイリアンの回収作業に当たった方なんですけども、この方はですね、死の直前にあの暴露証言をしてるんですね。そしてこのビデオが死後に発表されたわけですけども、ボイド・ブッシュマンが示しているこのエイリアンの写真ですね、彼があの持っていた写真を暴露したんですけども、この中に映っているこのエイリアンの指も長いですね、人間の指よりも30%ほど長いというふうに、えー、ボイド・ブッシュマンは 主はそういういにあの説明しておられますということで考えてみますとですね、まあ、結論ということになるんですけどももう一つその糸巻きの成分を見ていただきたいんですけどもやっぱりどうも普通じゃないんですよねでこうしてみますとこのマリアのですね左手が見えませんけどもここは明るくしていましてメ度ドを上げてみますと、まあ、指が浮かび上がってくるというわけですそしてその指がですね、まあ、見た感じ皆さんの直感でいかがでしょうか長いなあというふうに 思,います思われませんでしょうか私はそう思いましたけどね。そしてその長い指がですね、岩窟の聖母とつながり、そしてまあ、ミケランジョロの神、まあの手とつながり、そしてというふうにつながっていくわけです。でまあ、この、これはの眼骨ののあの、岩窟の聖母のイエスの手もそうですけども、写真のように、まあ、忠実にあの、なんて言いますか、忠実というか、聖地に、まあ、描き込まれているということですね。 そして、こう、比較してみますと、やはり、こう、人間の指よりは長いという感じを私は持ちますが、いかがでしょうか。上が、あの、親指ですからね、右上が。そして、下が、人差し指ですからね。指というのは、こういうものかなのか、というふうに、まあ、迷いますけどもね。で、まあ、ついでに、あの丸化経分、丸かものマ丸カと丸ルカいぶのですね、あの、壁画の、あ まあいわゆるその手形をちょっと見ていただきますけども、やはりこう人間の指ではないような印象を持つまでに、ほどまでに長い指ということで、ちょっとまあ微妙なところですけどもね、人間の指ではないというか、という印象を持ちます。いかがでしょうか。この辺が非常にまあ微妙なところですけどもね、あ,あとは皆さん、私は長いというふうに判断しましたが、いかがでしょうか。 これ右は、ね、私の手なんですけども、私はよく指が長いって言われるんですけどもね、アジア人ですから、それでもね、あの白人の指の長さ、手の長さにはかないません。